なので私ってあんなに料理手際良かったんだって思いましたね。はい、なかなかいい、美味しそうでしたよ、すごい。どれそうですね、で、はい、で自分で作って自分で食べるのでやっぱ美味しいなって思って食べてましたね。 あれ以降料理をまたやろうかなって感じには。いやそうですね、料理は別にどうせ食べちゃうしって思ったらしないですね、多分しない。冷蔵庫もこんなちっちゃいんで。ああ、もうお酒しか入ってませんそうですそうですね、まあ、心苦しいんですよ、料理できる女みたいに見えてるのが。ああ、ここでね、映画で。えなちゃん、いや、非常に料理作ってましたよ、手とかバーってね、アップのシーンは。もう苦しい嘘をついていることが苦しい、お察しください、お察しくださいということなんでね、はい、はいはい、はい、もうそこまでね、これ以上は聞かないことにね私は個人的に聞かれたら喋ってますけどファンの人にあとなんかマスコミの取材かなんかでも言ってたような気がしますけどね対一人だったら喋っちゃうんですよね、はい、あっかり喋ってしまいました。あ、いえいえ、すいません。アクションシーンもね、素晴らしいアクションでしたけども、ありがとうございます。いやもう本当に監督っていうか、あの指導してくれた坂口誠さん、はいはい、あの女性の方なんですけど、すごい小柄の方で、うん、教え方も上手だし、アクションにすごいもう愛のある先生で教えていただいたので、はい、スッて入る。男性がやってたら、いやそんな動き男性だからできないよってなっちゃったかもしれないけど、あ、こんな風に動いたらいいんだとか、はいはい、すごい丁寧に教えてくださったので、はいはい、しんどかったですけど、もう今となってはアクションができるっていうのはね、一つの強みになりましたかね。いや、すごいね、アクションシーンかっこいいと思いますけどね。うん、編集のおかげです。まあ編集もね、あるかもしれないですけどね、はい、どのシーンが自分のお気に入りアクションですか。その階段のシーンもだけど、いや、お墓で、はいはい、戦いますか普通、いいんですか。いやあれね、本当のお墓ですからね、あれ皆さんね、本当のお墓なんですよ。で、もっと具合悪いのが、別にあれやったりしてないですかね、塩まいなんかあるじゃないですか。やってないですねやってないですよね。ぶっ飛んでるでしょ。私過去、まあ山口さんのプロデュースの映画、はいはい、ホラー映画、はい、出ましたけど、一回もないじゃないですか。あ、お祓い、そう、お祓い、やったことない。で、他のそのいわゆる、はい、あの商業映画というか、はいはいはい、みんなでお祓い行きましたとか、はいはい、エピソードとか聞くんですよ、はいはい、え、お祓いってあるんだそこで知るんですよこっちとら。あ、すいませんどうりで、はい、どうりでです。私、はい、あの後ポリープになってますから。あ、どうりで、あの墓のあれなんですかね。あ、呪いなんじゃないですか。いや、僕ね、個人的にもね、確かに、はい、あそこのお寺から OK もらってます、はい、だからね、あのダマ店でやってるわけじゃないんですけどはい、でもお墓にはいろいろなんていうんですか、お墓の持ち主がいっぱいいるじゃないですか。そう、それぞれに。あの人たちには許可取ってないですね。そうなんですよ。何々家には取ってないですよね。あれね、階段し耳袋殴り込みで、はいはい、行き過ぎてて麻痺してるだけで、はいはい、あ、僕がそうですよ。お祓い行ってない。あのなん、でもスリルはありましたけどね、はいはいはい、あのスリルの中戦えたという意味では思い出に残っております。はい、ぜひね、その日もね、またね、注目してね、はい、これから見ていただけたらと思いますけれどもはい、ではですね、はい、次に、はい、今日はですね、せっかくのハロウィンということで、はい、プレゼント大会をやりたいと思っております。イエーイ。今日はですね、このね、ハロウィンのお菓子、はい、ハロウィンのお菓子にですね、あ、はい、すごい可愛く、はい、ハロウィンのお菓子、これにですね、上のバッジ、ついてるバッジが、はい、今回のそのシッチェス映画祭の公式のバッジ。そうです、本当の本国のスペインの、シッチェス映画祭で買ってきた本当のバッジでございます。しかも今年のやつですね。そうです、そうです、今年限定のやつ、ね、だから貴重ですよこれ。これだけでもすごい、多分貴重ですね。貴重、買いたくても手に入らないですから。おー、はい、だそうです。こちらをですね、10個、10名様分ご用意いたしました。そしてですね、今回シッチェス映画祭のこのポスター、あ、はい、あ、そうです、こちらのポスターに、藤田えなさんの
サインを書いた、書きました、はいはい、サイン付きポスターを5名様分ご用意させていただきました。はい、かなりの確率で当たるんじゃないですか。いや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 、多分 1% ぐらいの確率じゃないですか。これもしかしたら1人2個もらえる可能性ありますか。いや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 、はい、あえての、あえてでやりますか、はい、あえて全員参加できます。いやいや、私の出すやつ。ああ、出すやつね、はい、じゃあさっきもらった人はね、ちょっとね手下げてもらってね、残りの人に譲ってもらいたいと思います。パーの出し方なかなか斬新でしたね。ジュディ・ヨングをこうイメージして、ジュディ・ヨングね、そんな人じゃないですね。はい、これ間違った情報がね、これマスコミもね今日いらっしゃいますからね。はい、いい顔しなきゃ。はい、そうですよ、悪く書かれちゃう。そうですよ、はい、はい、ではですね、ここで、フォトセッション、マスコミのフォトセッションに入らせていただきたいと思います。一般の方はね、ちゃんとね後から用意しますからね、ここではまだ撮らないでくださいね。はい、はい、では皆様、はい、皆さんよろしければ準備の方をしていただきまして、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ真ん中よろしいですか、はい、じゃあジュディ・ヨングでください。大丈夫ですかね、かなりあれですよ。はい、ありがとうございます、はい、10秒前です。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、大丈夫ですか。はい、終わりですよ。すごい、マナーがいい。すごいですね、はい、こちらね、皆さんね、SNS でね、はい、あげていただいて、ウェルカムトゥジャパンは最高だと、はい、藤田エナも最高だと。最高だと。どうしよう、はい、ハッシュタグジュディ・ヨングにします。やめ、それさ、広がんなくなるから。それあれですよ、ハッシュタグ、はい、ウェルカムトゥジャパン、ウェルカムトゥジャパン、あれスペース入れたらハッシュタグ、多分できないですよね。難しいね、なんか。どうしよう、ハッシュタグ、そうだな、ウェルカムトゥジャパン全部文字詰めてもらおうかしら、うん、シッチェス映画祭でもいいか。シッチェス映画祭とウェルカムトゥジャパンのハッシュタグをつけて、ツイートとかインスタとかに上げてくれれば、はい、できるだけ可愛い写真にしてください。白目向いてたりしたら ね、 ちょっと ね、 写真チェックできませんからね。はい、皆さんね、はい、はい、お願いいたします。皆様のセンスにかかっております、はい、はいはい、ということですね、短い時間ではありましたけれども、はい、やっぱ楽しい時間はね、去っていくもんですね。あっという間でした、はい、はい、今日はこういう場に、やっと登壇できまして、台風でちょっとね、悲しかったですけれども、こういう機会を与えてくださったスタッフの方々、本当にありがとうございました。そして見に来てくださった皆さんと、あと上映全部来てる方とかもいるんですよ。そう、本当にありがとうございます。でも私よりセリフ知ってたりするんでちょっとびっくりしちゃうんですけど、そういうこれからも、たくさんの人に愛される映画はもう音楽と一緒でとか、ずっと残っていくものなので、もしねこれが DVD とかになったら、いろんな買っていただいたりとか、布教活動に協力していただければ嬉しいです。歌手でありながらこういう主演映画を務めさせていただく機会があることを本当に幸せに思います。皆さんの告知などが何より大事なので、協力してください。引き続きよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。藤田エナさんでした。はい、皆さんありがとうございました。ハロウィーンイベント終了になります。
出張映画祭ね、今週木曜までね、やっておりますのでね、ウェルカムトゥージャパンもまだ上映ありますし、他の洋画作品とかもね、ありますんでね、よかったら皆さん、全部の作品ね、見てもらえたら嬉しいと思います。またね、この作品、これから、DVD、ブルーレイ、その他配信とかも出てくると思いますんでね、皆さんの、応援が、よろしくお願いいたします。Tokyo Borderless TV